王御城石王御藩は、上野国に存在した藩、牧野康成。長岡市立中央図書館像、天正十八年、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣した後、関東に国返された、徳川家康は、飢下の東、三河国衆の一人である、牧野康成を二万国で、王御城主に入れ、王御藩を立藩させた。康成は、徳川における、 武断派とも言うべき武将であり、武田氏との戦いや小田原征伐でも、先行を挙げている。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠軍に属して、信の上田城にて、真田正幸と戦ったが、安成は決起に流行り、軍艦、本田正信の制止を無視して、上田城に攻めかかり、逆に、正幸の知略の前に大敗を起死した。このため、 軍法違反として安成は、東城に敵居処分とされたが、この処分について安成は、数ヶ月で許されて、王法城に戻れたことから、処罰は、形式的なものだったとする説が存在する。しかし、安成はなお、公やごとを遠慮して、王法城に敵居し、軍務、反省は着手である、牧野忠明が代理した。慶長14年12月、安成は死去して、 この忠明が後を継いだ。忠明は、元奈2年7月、越後国長峰藩に5万国で移された。元奈4年3月21日、越後長岡藩6万国に数を、違法された。もっとも、長峰城が未完成だったために、直接王後から長岡へ移ったという伝承もある。これによって、王後藩は廃藩となり、その所領は前橋藩領として併合された。 牧野春高森家、前橋、2021年2月26日閲覧。当時の長峰には城も城下町もなかったため、その整備に尽力する間は、家臣団の多くは、大吾に泊まり、長峰城を構築していたという説がある。ありがとうございます。